楽しく行動し成果を出し続ける人は動物の使い方がうまい。ワイルドコーチングの佐藤です。今日のテーマは考えすぎる、行動できない、やる気が続かない人は仕事に真面目に取り組んでいないと評価されることが辛い、そういう話をしたいと思います。人っていうのは自分が理解されていないって思うと非常に虚しくなるし悲しくなる生き物ですよね。逆に本当に理解されるともう極端な話、もうこの人の言うことなら聞ける、信頼できるっていうふうに思うわけなんですね。で、実は考えすぎる、行動できない、やる気が続かない人は仕事を真面目に取り組んでいないのではなく、むしろ人一倍真面目であるってことが多いんですよ。真面目に取り組んでるのにそこが理解してもらえてない、評価されてもらえてない。逆に真面目ではないのに要領がいいとか、なんか上っ面だけやってるふりとか、そういう人が評価されてるのを見ると非常に残念な気分になってしまうわけなんです。で、こういった人たちはですね、本を読んだり、まあいろんなセミナーとか講演会に参加していろいろ努力はしてるんですよね。なぜなら人間脳の働きが強くて非常に知識を獲得したりするっていう、まあそういうのは得意な人たちなんですね。自分を変えようと努力しているんですけども、変われていないっていう、でも自覚があるわけです。そこが辛さなんですね。努力しているのに変われていない自分を、これは性格のせいなのか、能力なのか、適性なのか、場合によっては何かの病気なんじゃないか、まあ、このように原因論的に自分を責めてしまう人は結構います。で、また会社でですね、上司に指摘されてますます萎縮してしまう、悪循環に陥るってことがあるんですね。で、今日はその実例をですね、お話ししたいと思います。これを放っとくとですね、メンタル疾患になってしまうので、予防になればというふうに思ってご紹介したいと思います。 M さん、20代の女性です。会社でですね、会議の席で意見を求められると、いいアイデアが本当はあるんですけど、まあ、このようにですね、こんなこと言ったら変に思われるんじゃないか、みんなと違うこと言ったら空気読めないやつだと思われるんじゃないか、否定されるんじゃないか、真意を取り違えられて誤解されるんじゃないか、でしゃばってると思われるんじゃないか、そのようにいろいろ思ってしまってですね、あとはプロジェクトリーダーに示されると頑張って認められたい、そういう思いがあるのにもかかわらず、自分でいいの、失敗してみんなに迷惑かけるんじゃないか、ちゃんと人はついてきてくれるか、自分の責任に全部されるんじゃないか、人から妬まれるんじゃないだろうか、ちゃんと計画通りに行くかな、新規顧客訪問する際などは成績を伸ばして昇進したい、この訪問を成功させたいって思いはあるんですが、まあ今の時間は迷惑なんじゃないか、出過ぎたことをしていると思われないか、厚かましいと思われないか、先方を怒らせるんじゃないか、嫌われるんじゃないか、この提案は相手には必要ないんじゃないか、まあいろいろ思っちゃうわけですね。で、結果的にあれこれ考えすぎて行動できないわけです。会議では発言できない、プロジェクトリーダーに指名されても何かこう即答してはいやりますとは言えないからもじもじしてしまう、そうすると上司がやる気ないんじゃないかと思っちゃったりしますよね。新規顧客の時もですね、いろいろ考えて、そして理由をつけてやっぱり今日はやめとこうみたいになったりするわけです。で、その結果上司にちょっと呼び出されてですね、 M さんということでですね、もう積極性が足りないんじゃないの、決断が遅い、もっとしっかり意思表示しなさい、頭で考えてばかりいないで行動をしなさい、コミュニケーション力が低いですよ、社会人としての自覚を持ちなさい、こういったことを言われたりするわけです。で、 M さんとしてはですね、もう分かってるんですけどできない、頭では分かってるのにできない、
これが辛さなんですね。で、自分なりが努力してる。でも成果が出ない。そして努力も認めてもらえないし、当然成果も出ないから認めてもらえない。これが本当に辛いんですね。で、こういう状態を経験している人が非常に多いです。そしてこれをこのままにしておくと、だん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 もうやる気が出なくなる。もう努力する気が起きなくなる。もう努力の3段階仮説で言うと、B から C になってしまう。つまり、メンタル系疾患。まあ、場合によってはうつ。そして、引きこもってしまう。っていうことになるわけですね。はい。で、まず、こういった人たちが、間違った努力をしている。それは何かっていうと、自分の脳の使い方の癖を知らないで、そのまま努力をやっている。これは、穴の開いたコップに水を注ぐようなもの、どんどん漏れてしまう。努力っていうのは水です。努力はたくさんするけど水は漏れる。で、努力がこのコップ穴が塞がっていれば、努力っていうのはちゃんと成果となって水かさが増えてコップから溢れ出します。溢れた水っていうのは成果です。そういう感じなんですね。はい。で、この M さんがどのようになったかっていうのは、やはりですね、脳の使い方の癖、これを整えるってことなんですね。考えすぎて行動できない人は、考える脳の人間脳が働きすぎて、動かす脳の動物脳が働いていない。まあ、こういったクリボーみたいな状態になってるわけですね。これを整えてあげると、まあ、ほどほどに考えて、どんどん行動できる。まあ、こうなると成果が出る。そして上司にも認めてもらえる。そして自信にもなっていくということになります。はい、今日の動画は以上になります。一緒に新しい希望を作っていきましょう。ワイルドコーチングの佐藤でした。